どうも、デューです。コロカツチャンネルへようこそ。今回のテーマは、今のあなたもう最高なんですよ。自信を持ってとは言わないですけども、もっと良くなりたいをやりすぎると、自分を見失ってしまいますよという話をしていきます。今日ですね、それこそコーチングをしててですね、どうしても今の自分には何もできないから、なんとか勉強をして知識を得て、道しるべですね、自分が道しるべになりたい、力になってあげたいという話を、ちょうどしたんですね。その時に僕が伝えれることって何かないかなと思ったので、今日は動画で、話をしていきます。それでは行ってみましょう。コロカツはあなたがあなたらしく就活とはまた違った形で自分自身と向き合うことができる今でしょ。でも書いて一番怖いのは書かないこと。時間は有限。皆さんは選べるんです。自分の知らない自分に支配されてる。考えるんじゃなくて感じる。選んでください。コロカツ。それでは話を始めていきます。まずですね、あなたもう最高なんですよっていう話をしましたけども、まあ、これ何かっていうとですね、影響の輪、関心の輪っていうのはご存知ですか？スティーブン・コビーさんですね。7つの習慣を書いた、あのコビーさんがですね、影響の輪と関心の輪があるんですよっていう話をするんです。で、自分に自信がないとか、知識を得たいっていう方にもうものすごく多い割合で起こるのが何かっていうと、勉強したい、知識がないから私には何もできないっていう方がいるんですね。もしくは行動するためには知識がないとできないっていう方が非常に多いんです。こういう方は自分にないものに対しての関心が強すぎて、自分にできることがしっかりと見えないために行動ができなくなってるんですね。それが何を生むかっていうと、まず自信が持てないんです。自己肯定感ですね。自己効力感とか言いますけども、要は私にはできることなんかないよ、私はもう何もできないよ、何をするにしてもうまくいかないよ、私は何をしてもダメだなって思ってしまうということです。で、自己効力感が高い方は何かというと、自分に自信は当然持ってるというか、自信があるないに関わらず失敗を恐れずにとりあえずやってみようってなるんですね。何かっていうと、やらないとわからないっていうのを分かってるし、とりあえずやる自分っていうのを知ってるわけですね。やらないのがダメだとかそういうわけじゃないんです。準備するのはすごく大事だと思うんです。ただ考えすぎると何が起こるかっていうと、基本的には考えるっていうのは脳がですね、リスクを上げてくるわけですね。そうすると行動の抑止力になっちゃうわけです。基本的には確実に裏が取れてないと動かないってなっちゃう割合が高くなっちゃうんですよ。なのでとりあえずやってみるっていうのは一つ手なんですね。なんでかっていうと、必ずしも予測してる結果通りにはならないっていうことです。僕たちは予言者じゃないんですよ。実際知らないこともいっぱいあるし、人と人とが関わることで起こる化学反応なんていうのは 1+1 が2じゃないわけですよ。で、自分が持ってるのがそもそも1かどうかもわからないじゃないですかっていうところなので、何かしらですね、行動を起こせばそれに対しての結果っていうのは出るわけですね。で、ただですね、うまく結果が出せなかった、もしくは結果の良い悪いを気にしすぎて行動ができないという方いっぱいいると思うんです。で、僕は別にその失敗してもいいからどんどん行動しろよって言いたいんですけど、なかなか勇気がいるし、自分じゃなくていいかなっていう方も多いと思うので、大事なのは今の自分には何もないんじゃなくて、いろんなものがいっぱいあるんですけど、周りにみんな目がいて、で、自分に向いてないせいで自信が持てなくなってるんです。本当にいいものを皆さん持ってるんです。あなたには本当にいいものがあるんです。でもなかなか気づけないんです。で、今日はですね、影響の輪に目を向けて、関心の輪から少なくとも影響の輪に目を向けて、影響の輪を広げていきましょうって話を簡単にします。シンプルなんです。
自分を知る活動をするんですね。何かっていうと価値ですね。自分の持ってる価値、どんな価値に沿って僕は行動してるのか、私は行動してるのか、そして自分の好きなことは何かな、今までやってきたこと何かな、得意だったこと何かな、苦手だったこと何かな、でも結果が出たこと何かな、今やってみたいこと何かな、本当にしようと思ったらいつやろうかなっていう風にいっぱい自分のことを考えるんです。これは全て影響の輪、自分が影響力を与えることができる範囲なんですね。ほとんどのことが自分のことです。それ以外、自分のこと以外のことは実は関心の輪っていうんです。なのでワイドショーとかね、ニュースとかあれ全部関心の輪ですよ。天気予報とかもそうですね。もしくは相手の感情だとか考えだとか行動とか、ああいうのは全部自分の影響っていうのは届かない可能性が高いんですね。もちろん経営している人とかですね、親とかになると強制力を持たせることで、人の行動を変えることができます。今回のコロナウイルスでも緊急事態宣言っていうのが出れば、いろんな行動を制限できるのは権力ですね。そういう権力を持った方はできるわけです。でもそれは自分の影響を広げた結果なので、自分にじゃあそんな影響力あるかっていうと、自分に何ができるか知ってないといけないわけですね。でないものをねだったらそれを得たいって思うのはそれは当然なんですけども、得るまでにどのぐらいかかるかと、本当に得てもその行動になるかどうかっていう保証はないんですね。で大事なのは、得るまでに5年かかるとしたら、その5年間どうするんですかっていう話になるじゃないですか。でも刻一刻と明日、今、1時間後、もう時間ってどんどん経つわけですよ。その中で本当に自分にできる最高のパフォーマンスを毎回するだけでも僕は十分じゃないかなと思ってます。で、必要なものは常時アップデートしていけば質が上がってくるわけですね。まず大事なのは、自分のしたいこと、なりたいこと、できることを把握した上で、できるようになりたいなっていう影響の輪のちょっと外側を意識して、勉強をするとかですね。もしくは、勉強もいいんですけど、僕はやっぱりおすすめは経験です。コーチング僕やりだしてだいたい5年ぐらいかな。でも本格的にやりだすのは多分3年なんですね。それまではとりあえず本を読んでなんとなくっていう感じだったのが、まあ勉強会とかね、セミナーとか行って受けて、でさらに数をこなしていって、コーチングという、形をとって、100人切りっていうのをやってたわけですね。それをしていくと本当に、毎回って言っていたんですけど、とにかく質が変わっていったんですね。でそんなこと本に書いてないんですよ。本に書いてるのは至ってシンプルなんです。基本的なこととかこういう風になるよってことは書いてるんですけど、コーチングは僕感じるものだと思ってます。感じるものが全てじゃないかなと思ってますし、それも自分が感じるものよりも相手が感じたものをどうこちらが感じるかみたいなやり取りなんですね。マインドフルネスに近いんじゃないかなと思ってます。そういう風にコーチングしてった時にすごい繋がった感じがしたりとか、一体感があってこうなんか共有できた感じがするんです。そんなのってもう数こなしてやってったから分かったことであって、これNLP とかもそうですけど、もともとそういう能力を持った方もいるわけですよ。そういう方を分析してできたのがそもそも NLP っていう心理療法ですし、できるできないを自分よりも優れた人がいっぱいいる事実はあるんですけども、自分にしかできないことも必ずやってるはずなんですね。だから自分の強みを知るとかですね、自分でやってきたことを知るとか、誰かに言われたことを信じるとかしてですね、自分に本当にあるリソースをですね、まずは使いこなすのをしてから新しいものを入れたりアップデートしてもいいんじゃないかなと思ってます。なのであなたが今持ってるものっていうのをしっかりと認識した上で使いこなしませんかっていうことです。もうそこに時間をかけた方が絶対結果は出ると思うんですよ。それでも出ない時は新しいものをさらにアップデートするのに全力を尽くせばいいんですけど、まずは宝の持ち腐れになってる可能性がありますよっていうことに気づいていただけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、それではまとめますね。今日のテーマ、今回のテーマはですね、
あなた最高ですよっていう話をしました。あなたの持ってるリソースですね、眠らせてませんか？気づいてないことないですか？それを意識して使ってみませんかっていうことです。気づくのは難しいかもしれませんが、自分の価値を知ったり、今までやってきたことを振り返ったりですね、あとは自分が得意だなと思ってることとか趣味とかですね、で何気なくやってる行動とか、でそういうものですね、そういうもので本当に力になれることがないかとか、自分でやりたいことに活かせるものがないかっていうのをしっかりと認識した時に、ゼロっていうことは絶対ないんです。で過小評価は仕方ないにしても卑下しないでくださいっていうことです。あなたは本当に素晴らしい人で、できることに気づきさえすればそれが形になって目に見えて変化が出てきたりする、そういうのって往々にしてあるんですね。なのでまずは自分の影響の輪ですねを知って、関心の輪に目が向きやすい自分の傾向を知ってくださいということです。その上で影響の輪をどう広げようかっていう行動ですね。つまりできることとできないことの境目を知った上で、そこをどういうふうに磨いていくかっていう方法を学んだりとか、行動を繰り返すことでブラッシュアップしていくっていう方法で検算していく、そうすることでまた違った結果が出るんじゃないかなと思ってます。僕の経験則の話でいくと、間違いなく経験を重ねた方が早いです。新しい主義ですね、もしくは、いろんな検査とかですね、であとはパソコンとかもそうですけど、僕動画編集もしましたし、動画撮影もしてますし、こう喋ったりもしてますけども、明らかに最初の頃の動画よりも数をこなしていくと、目をどこに持ってったらいいかなとか、話しながらあちょっと早く喋ってるかなとか、気づく機会ができたり余裕ができたりするのって、これ本に書いてるんですけど、結局やってみないとわからないことなんですね。なので僕はやってみないとわからないことがいっぱいあるのをまず分かってほしいなって思うし、やってみないとわからないことの方が多いんだったら、やった方が得ですよねっていうことだと思ってます。ただやる前に本を読むよりもまず何をしてしなくてはいけないかとか、何をしていった方がいいかなと思うと、自分はどうしたいのかっていうですね、何を考えてどのように何がしたいのかっていうのを明確にしてあげることで、より行動がブラッシュアップされていくんじゃないかなと思ってます。なのであなたの今持ってるリソースに気づいて、それをしっかりと活かして、毎日使っていくことで、本当にそれが素晴らしいものに、もしくはダイヤの原石でそれが輝いたダイヤになるかもしれませんよっていう話です。なのでないものねだりもそれはいいんですよ、いいんですけども、あるんですよ必ず。それに早く気づいて、行動していく、習慣をつけてみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画ですね、参考になったな、良かったなっていう方は高評価、もしくは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。